あなたの知らない京都旅1200年の物語。禅寺の頂点南禅寺がなぜ特別な寺なのかを探る旅。失礼します。巡るのは角地佳子さん。寺を頂点に押し上げたのはある人物の存在。普段決して入れない山門の中へ。すごいですね。山門の中がこのようになってるとは。そこには江戸時代の基礎を作ったともいえるキーパーソンが。国宝の北条には天才画家の最高傑作。あ、すごい。さらに水路閣と閣さんの意外なつながりが。私にとって記念すべき日というか思い出深い日になります。お楽しみに。